この後トラックでは男子 400m 決勝が行われます。この種目の大会記録は2021年に東京理科大学の友田正孝さんがマークした46秒41、関東学生記録は2000年に日本大学の野村孝彦さんがマークした45秒03です。準決勝全体トップは47秒60で唯一47秒台の記録をマークした日本体育大学の服部優、2番手には48秒08で順天堂大学の大村博信、3番手には同じく順天堂大学の池田隼人が走ります。自己ベストが近い選手が多い中で誰が抜け出してくるのか注目です。男子 400m 決勝、まもなく競技開始です。9レーン武藤大太郎東海大学、8レーン大村博信順天堂大学、7レーン服部優日本体育大学、6レーン宮本海東洋大学、5レーン駒田優真明治大学、4レーン池田晴子順天堂大学、3レーン町田達也中央大学、2レーン岩井光太日本体育大学。男子 400m 決勝、2着服部優日本体育大学47秒41、3着松田達也
中央大学47秒7レーン。4着、駒田雄心、明治大学48秒01。5着、宮本海、東洋大学48秒06。6着、池田春人、順天堂大学48秒12。7着、岩井浩太、日本体育大学48秒22。8着、武藤大太郎、東海大学48秒73。